皆さん、お待たせしました。それでは、第19回アイドルニューウェーブグランプリ受賞者を発表します。大丈夫、絶対大丈夫だもん。だって私見たんだから。ステージの上からでも分かった。キラキラに輝くお客さんたちの笑顔、みんなすごく楽しそうだった。きっかけはありふれたもの。チケットがあるって友達に誘われて行ったライブで、私はその人と出会った。たくさんのスポットライトに照らされたステージの上で、その人は誰よりも楽しそうに笑ってた。たったそれだけのことだったのに、私は目を奪われてしまった。会場を照らすどんな光よりも眩しいその人から目が離せなかった。そして思ったんだ。私もあそこに立ちたいって。だから私は足を踏み出した。無謀だって言われても全然平気。だってあのキラキラの方がずっとずっと強いんだもん。今も私の心を離さない。そこに飛び込むために。私はこのオーディションに合格してアイドルになる。グランプリは駆け上がれと成果した。ハートが
確かこの辺だったと思うんだけど、どうしよう、受付時間が終わっちゃうよ。あ、もしかして、やっぱりここだ。建物の名前も一緒だし、やったー、やっと見つけたー。で、急がなきゃ。すごい人、二次審査だけでもこんなに人がいるんだ。さすがアイドルニューウェーブ、やっぱりすごいな。あれ、あそこなんか人が集まってる、なんだろう。どういうことか説明してくれる？ごめんなさい。え、女の子が囲まれて、あの子泣いてる。ほら、さっさとセイランさんの質問に答えなさいよ。あなた、自分が何をしようとしたのか分かってるの？ちょっと待ったー！やめなよ！その子泣いてるじゃん！あなた誰？関係ない人は入ってこないでちょうだい。待って、あなた、その子と知り合い？違うけど。そう、何があったかも知らないくせに。首を突っ込んできたの。確かに何があったかは知らないよ。でも大人数で一人を囲むなんて、そんなの卑怯だと思う。話にならない、行きましょう。はい。セーラーさん、待ってください。その無謀な勇気がどこまで続くか楽しみだけど、一つだけ忠告しておいてあげる。軒を貸して母屋を取られないように気をつけなさい。え？軒を貸して母屋？何かのおまじないかな。あの、ありがとうございます。助かりました。ううん、気にしないで。それより大丈夫？あの人たちひどいことするね。いきなりでびっくりしました。ああ、泣かないで。そうだ、顔でも洗ってさっぱりしようね。あ、タオル忘れちゃった。はい、私のタオル使って。ありがとうございます。はあ、このタオルって三剣マヤの？うん、そうだよ、この前出たアルバムの初回限定版についてたタオル。よく知ってるね。もしかしてあなたもマヤちゃん好きなの？好きっていうか、マヤさんはすごいアイドルですし。そう、すごいよね。私初めて行ったライブがマヤちゃんのライブで、すごくキラキラしてて、私もあんな風になりたいって思ってアイドルニューウェーブに応募したの。でもこんなにたくさんの人がいるなんて思わなくてびっくりしちゃった。アイドルニューウェーブは国内最大級のアイドルオーディションですからね。全国の事務所が協力してますし、今までグランプリを取った人は全員トップアイドルとして活躍してますから。アイドルに詳しいんだね。ミオです。神崎ミオ。私はヒカル、天場ヒカルだよ。よろしくね、ミオちゃん。はい、こちらこそよろしくお願いします、ヒカルさん。ねえねえ、ミオちゃんは何歳？私は高校1年生です。じゃあ同い年なんだ。だったら敬語やめてほしいかも。先生以外に使わないからなんか変な感じがする。それじゃあヒカルちゃんって呼ばせてもらいま、あー、呼ばせてもらうね。うん、ミオちゃんは今までアイドルのオーディションを受けたことあるの？うん、何度か。アイドルニューウェーブは去年も受けたから2度目かな。そっか、すごいな。私これが初めてのオーディションだからもうドキドキで。歌の審査ってアカペラで、しかも20秒しか歌えないんでしょ？はぁ、どうすればいいんだろう。って、ごめんね、私だけ喋ってて。そういえば
ミオちゃんはなんでアイドルになろうと思ったの？私は…あ、ごめんね、メールが…誰だろう。あ、お父さんからだ。慌てずにしっかりな。でも、心配性なんだから。変身変身っと。ヒカルちゃん、私飲み物買ってきたいから先に行くね。あ、それなら私も一緒に行くよ。うんうん、大丈夫。面接の前にちょっと集中もしたいし。そっか、そうだよね。ねえ、その代わりオーディションが終わった後、よかったらお話ししたいな。私同じようにアイドル目指してる友達っていないから、ヒカルちゃんさえよかったら友達になってほしいんだ。本当？なるなる、ミオちゃんと友達になる。ありがとう、嬉しい。じゃあ私終わったらここで待ってる。今日のオーディションお互い頑張ろうね。うん、また後でね。ふん。ありがとうございました。失礼します。面接緊張した。でも面接官の人に笑顔がいいねって褒められちゃったよ。私もしかしていい感じじゃない？このままアイドルになれちゃうかも。って、それにしても、もうこの会場広すぎだよ。次の歌唱審査までは時間があるから控え室に戻ってればいいんだよね。ミオちゃんいるかな？あれ、また人が集まってる。何かあったのかな？あ、またあの人。ミイ、これで分かったでしょ。もしまたおかしな真似をするようなら。こら！あ、ヒカルちゃん。ちょっとね、こういうの良くないって言ったじゃん。またあなた。まあどうでもいいけど。どうでもいいけど？じゃあそういうわけだから。もう、なんなのあの人。ミオちゃん大丈夫？何もされなかった？うん、心配してくれてありがとう。大丈夫だよ。さっきのこと謝りに来てくれただけだから。え、そうなの？私勘違いしちゃったかな。ヒカルちゃんは私を心配して来てくれたんだよね。ありがとう、すごく嬉しかった。友達だもん、当たり前だよ。ミオちゃん？あ、うんうん、なんでもない。それから次の歌唱審査の組分けが発表されたって教えてくれたの。私は B ホール、ヒカルちゃんは A ホールだって。そうなんだ。やっぱあの人に悪いことしちゃったな。後で謝らないと。大丈夫だよ、きっと。そうだよね、ちゃんと謝れば大丈夫だよね。それじゃあ行こっか。ミオちゃん、お互いに頑張ろうね。ええ、お互いに。ステージ袖ってこんな風になってるんだ。歌い終わったら反対側に行けばいいんだよね。次、オーディション番号610番、ステージに上がってください。そろそろ私の番だ。ドキドキするよ。ちゃんと歌えるかな。はい、ありがとうございました。次、オーディション番号630番、ステージに上がってください。630？ ちょっと待ってください。あの、私628番の天羽ひかるです。私の番号呼ばれなかったみたいなんですけど。628番？628番は A ホールじゃなくて C ホールのはずですが。オーディション番号550番、神崎美代でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次、628番、
ステージに上がってください。628番、いないんですか？628番。はい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 、ここです、ここにいます。間に合ってよかった。あの君、疲れてるところ悪いんだけど、時間も押してるし始めてもいいかな？はい、遅くなってすみませんでした。いつでも行けます。628番、天羽光です。よろしくお願いします。うわー、よかった、審査受けられて。あ、ミオちゃん。あ、よかった、ミオちゃんも間に合ったんだね。え、ミオちゃんが教えてもらった組分け、あれ嘘だったんだよ。あの人本当にひどいことするね。いい人かもって思ったのに。あ、うん、そう、私も大変だったよ。でも親切な人が、私はここじゃないって教えてくれたおかげで間に合ったんだ。ヒカルちゃんもギリギリ間に合ってよかったね。歌、とっても上手だったよ。本当？ダッシュしたから、ちょうどいい準備運動になったのかも。次、1005番、ステージへ上がってください。はい。あ、あの人、私たちにあんなひどいことしたくせに。し、ヒカルちゃん、審査中は静かにしないと怒られちゃうよ。そうだった。わかりました。終わった人は待機だから、控室に戻ろう、ヒカルちゃん。うん、そうだね。すごかったね、あの人。あんな上手な人いるんだね。うん、さすがセーランさん、草薙家の人だけあるね。草薙家？芸術の草薙って聞いたことない？クラシックの演奏家とかオペラ歌手とか、芸術の分野で数多くの天才を輩出してる家なの。中でもセーランさんは特に優秀だって言われてて、周りの人たちはみんなセーランさんはクラシックの方に進むと思ってたみたい。まさかアイドルの道に進むなんて思わなかったって。芸術の草薙、そんなにすごい人もオーディションに参加してるんだ。そう、だから私なんか場違いなのかなって。えい！あ、ヒカルちゃん？あ、ごめんね、ちょっと気合い入れ直してたんだ。気合い？うん、すごいお家だとかそんなの関係ないよね。それにこんなことくらいで心配してたらお父さんに笑われちゃう。お父さん？うん、最初に私がアイドルになりたいって言った時、お父さん反対したんだ。でも私どうしても諦められなくて、何度も何度もお願いしたら、第一志望の学校に合格したらいいよって言ってくれたの。だから私、勉強得意じゃないけどすごく頑張った。そしたら第一志望校に合格できて、お父さんがおめでとうってアイドルニューウェーブの応募申し込み書を渡してくれたの。あの時は本当に嬉しかったな。だから私、絶対に諦めないよ。絶対にオーディションに受かってアイドルになる。お待たせしました。それでは午後の審査に移りたいと思います。ダンス審査はいくつかのグループに分かれて踊ってもらいます。はい、以上でこのグループのダンス審査は終了です。結果が出るまで控え室でお待ちください。前のグループすごい熱気だった。さっきはバタバタしててあっという間だったけど、そうだ、
私はアイドルのオーディションを受けてるんだ。はい、じゃあ次のグループステージに上がって。あ、はい。よーし、私の番だ。頑張るぞー。ひかるちゃん、一緒のグループだね。みおちゃん、私の後ろなんだね。みおちゃんと一緒のグループなんて、なんか心強いな。静かにしてくれない？本番が始まるわ。審査はもう始まってるのよ。セーランさん。私の隣、セーランさんだったんだ。絶対に負けないんだから。それじゃあ、音楽に合わせて始めてください。スタート！私は、こんなところでは負けられない。必ずアイドルニューウェーブで、グランプリを取ってみせる。おお。さすが、草薙家ですね。グランプリ筆頭候補なだけありますな。セーランさん、歌だけじゃなくて、ダンスもすごい。私だって、どうだ！この子、私についてきてる。そう。でも、私は私のダンスに、集中するだけよ。絶対に、負けないだから！おー。草薙セーランについていってるわ。あれは誰だ？628番。ノーマークでしたね。いいぞ、その負けん気。実に見どころがある。さて、他の候補生の諸君はどうかな。審査員の人たちがセーランさんとヒカルちゃんに注目してる。このままじゃ。え、何、足が急に。ストップストップ、みんな止まって。音楽止めてください。ヒカルちゃん、大丈夫？いたたたた。あ、私、すみませんでした。セーランさん、ごめんなさい。私、セーランさんまで巻き込んで。って、あれ？セーランさん、どこへ？あなた、どういうつもり？私、なんでセーランさん、ミオちゃんに怒ってるの？転んじゃったのは私なのに。草薙さん、落ち着いて。とりあえず、審査はこれで終わりよ。あとは、結果が出るまで、控え室で待ってて。それじゃあ次、最後のグループ。待ってください。まだ踊れます。もう一度審査をお願いします。転倒に巻き込まれたのはかわいそうだけど。こういうアクシデントも含めて審査よ。わかったら、早く全員控え室に戻って。わかりました。今年のアイドルニューウェーブ、なかなか面白そうじゃないか。結局最後までダンスできなかったよ。同じグループの人にも迷惑かけちゃったし、せっかく二次審査まで来たのに、もうダメかも。でも、トラブルで最後まで踊れなくても、審査を通過することはあるみたいだから、だからきっと、チャンスはまだあるんじゃないかな。本当に？本当だよ。だから、セーランさん。神崎美代さん、それに天葉ひかるさん、少し話があるの。付き合ってくれる？あの、セーランさん、さっきは本当にごめんなさい。謝って済む問題じゃないですけど、私。少し黙ってて。まず話があるのは神崎さんだから。あなた、いつまでとぼけてるつもり？
これ以上あなたの茶番に付き合わされたくないんだけど。え？何のことですか？とぼけないで。だったら審査委員長にお願いしてみましょうか。さっきの審査に関して確認したいことがあるって。映像で。待ってください。なんでミオちゃんを責めるんですか？転んだのは私で。まだ気づいてないの？あなた倒れるとき本当につまずいた？え？神崎さん、天葉さんが倒れたとき、あなたはやけに彼女に近かったわね。それは私の実力がなくて、最初の立ち位置からずれちゃって。嘘。あなたが足を引っ掛けたから天葉さんは転んだのよ。え？してません。私そんな恐ろしいこと。午前中の審査でも天葉さんに嘘の情報を教えていたんじゃない？あの時も天葉さんが最後に話したのはあなた。何人もの人があなたたちを見ていたのよ。ここに呼んで証言してもらいましょうか。ちょっと待ってください。ミオちゃんがそんなことするわけ。天葉さん、お人よしで損をするのはあなたの勝手だけど、周りを巻き込まないで。オーディションが始まる前、どうして私が神崎さんに怒っていたか知ってて言ってるの？え？そういえば知らないけど、あの、どうしてなんですか？神崎さんが私のシューズを隠そうとしていたからよ。ミオちゃんが？そんな嘘だよね、ミオちゃん。ね。お願い、ミオちゃん、何か言ってよ。出ないと私、ミオちゃんのこと信じられなくなっちゃうよ。セーランさん？アイドルニューウェーブの勝者はたった一人。つまりその人もライバル。それなのに、あなたは誰を信じてるというの？けど、ミオちゃんは友達だもん。あなたはそうかもしれない。けどその人がどう思っているかはわからないと思うけど。え？嘘。友達だよね、ミオちゃん。はぁ、なんだ、残念。鈍いヒカルちゃんには気づかれないだろうと思ったのに、失敗しちゃったなぁ。ミオちゃん、それじゃあセーランさんが言ってたことは本当なの？なんでそんなこと。決まってるじゃない。あなたが甘いことばかり言ってるから、自分もマヤさんみたいに輝きたい。よりによってあんなやつ。はっ、バカじゃないの？だって憧れてるんだもん。それの何が悪いの？いいじゃない、別に。アイドルはそんな甘い考えでなれるものじゃないの。そこの草薙のお嬢様が言ったでしょ。このアイドルニューウェーブでグランプリの栄光、約束されたトップアイドルの座をつかめるのは一人だけ。その一人になるためなら、私はどんな手を使ってでも邪魔者を蹴落とす。靴だって隠すし、嘘だって言うし、足だって引っ掛けるわ。ダメだよそんなの。アイドルになりたいなら正々堂々と勝負しなきゃ。あなたを見てると昔のバカな自分を見てるみたいで、ほんとイラつく。信じて努力すれば夢が叶うとか、そういうの疑ってないタイプでしょ。それはそうだけど、ほんとバカみたい。その勘違い、私が必ず分からせてあげる。草薙！セーランさん？あなたたち、二次審査に残っても辞退しなさい。お遊びで参加されると時間の無駄だから。お遊びなんかじゃ。違うとでも？実力も覚悟もないくせにアイドルになりたいなんて聞いて呆れる。いい、アイドルとしてこの世界の頂点に立つ。そのためには様々なものを犠牲にする、
その覚悟が必要なの。実力を磨くでもなく他人の足を引っ張ることだけに必死な人や真剣勝負の場でさえ他人と仲良し小良しを求める人は、その程度の覚悟しかないあなたたちにアイドルになる資格なんてない。このバカにしないで。確かに歌はあなたの方が上手かったかもしれないけど、だからって遊びでやってるわけじゃない。私は絶対にアイドルになってみせる。甘いって言われても、覚悟が足りないって言われても、これが私なんだもん。いつかあの光の中へ立てるように、いつか自分もあんな風に輝けるようにって頑張ってきたの。だからあなたたちには負けない。私も負けるつもりないです。私だってアイドルになるために来たんだから。そうなら勝手にすれば、どうせ時間の無駄だと思うけど、グランプリを取るのは私だから。ふん、ミオちゃん、もう小細工は一切しない。あなたの甘い考えは私の実力で否定してあげる。私だって負けない。絶対に最終選考に残ってグランプリを取ってみせるんだから。うん、実に面白い。やはりあの三人だな。その後、私、ミオちゃん、そしてセイランさんは最終選考に残ると発表された。ミオちゃんの言った通り、転倒はあまり影響がなかったみたい。あの時のミオちゃんは本当のことを言ってくれてたんだ。そして最終選考の日。それでは審査を始めます。皆さんには事前に課題曲を収録した CD をお渡ししていたと思います。ついに最終オーディションが始まった。この審査に勝ち残れば私アイドルになれるんだ。それでは早速一人目お願いします。オーディション番号550番、神崎美代さん、ステージに上がってください。はい、よろしくお願いします。これが美代ちゃんの本気。表情ってあんなに変わるものなんだ。ありがとうございました。卑怯な真似なんかしなくても十分すごいんじゃん。次、オーディション番号1005番、草薙セーラーさん、ステージに上がってください。はい。さっきのミオちゃんと同じようにセーランさんのステージからも私は目を離せなかった。やっぱりすごい。ありがとうございました。次、オーディション番号628番、天場ひかるさん、ステージに上がってください。はい。大丈夫、ちゃんと頑張ったもん。信じれば夢は叶うなんて甘いかもしれない。でもだからこそ夢を、憧れをこの手につかむ。そのために私はステージで全てを出すんだ。オーディション番号628番、天場ひかるです。よろしくお願いします。皆さんお待たせしました。それでは第19回アイドルニューウェーブグランプリ受賞者を発表します。栄えある第19回アイドルニューウェーブグランプリは、オーディション番号1005番、草薙セーランさんです。草薙さん、おめでとうございます。
ステージの前へどうぞ。はい。そっか、セーランさんか。セーランさんはすごかったけど、でもやっぱり負けちゃったのは悔しいな。続きまして、審査員特別賞を発表します。アイドルニューウェーブの長い歴史の中でグランプリ以外の賞を用意したのは初めてです。それだけ今回は参加者のレベルが高いオーディションでした。それでは発表します。第19回アイドルニューウェーブ審査員特別賞、受賞者はオーディション番号550番、神崎美代さん、並びに628番、天場ひかるさんです。え、わ、私本当に やったお二人ともおめでとうございます。さあこちらへどうぞ。はい。それではここで受賞者の皆さんへお祝いの言葉を送る特別ゲストにご登壇していただこうと思います。ゲストは前回アイドルニューウェーブグランプリ受賞者、三剣麻耶さんです。あ、麻耶、これが三剣麻耶。彼女を倒すことがトップアイドルへの道のりそのもの。麻耶、やっとやっとたどり着いた、あなたを追うことのできるステージに。うわー、すごいすごい、アイドルってやっぱりすごい。私も絶対になる、麻耶ちゃんみたいなアイドルに。こうして第19回アイドルニューウェーブはその幕を閉じた。私のところにはたくさんの事務所から連絡が来た。私は悩みに悩んだ結果、お父さんとも相談してその中の一つの事務所を選び、そして今日初めてその場所へと足を運ぶことになった。ここが今日から私の事務所。うあ、エレベーター、待って待って、乗ります。間に合った。ひかるちゃん、え、あ、みおちゃんがどうしてここに。それはこっちのセリフ。ちょっとついてこないでくれる。そっちこそ、私は社長さんに呼ばれてるんだから。私だって。失礼します、天場ひかる、到着しました。か、神崎美代です。あなたたちはセーランさん。いや、実に元気がいい。ようこそ、私がこの事務所の社長、高林だよ。あ、はじめまして。あの、よろしくお願いします。二人ともステージで見た印象のままだ。さて早速だが、今日君たち三人を呼び出したのは他でもない、草薙セーラン君。はい。神崎美代君。はい。天場ひかる君。はい。私はアイドルニューウェーブ審査の時から君たちに限りない可能性を感じていた。一人一人の輝きはもちろんだが、三人がぶつかった時の可能性だ。ぶつかった時？それって。二次審査の後だったかな。君たちが話しているのを偶然見かけてしまってね。で、あれを見ていたのに、私たち三人を呼んだということは、何か意図があるということですね。その通りだ。私は今回、君たちをこの事務所からデビューさせるにあたって、まずは、ユニットを組んでもらうことにした。ユニット？
と、私たちが、ですか？うん。ユニット名は、スターエレメンツ。プロデューサーは仕事で席を外していてね。後ほど改めて紹介しよう。昨日までライバルだった人間とユニットを組むんだ。突然のことだし、戸惑うかもしれないが。だが、私は君たち3人の力を合わせることで、アイドル界の頂点に立つことも夢じゃないと、本気で思ってるんだよ。アイドル界の頂点？じゃあ、ソロ活動はないんですか？もちろん、ソロでも活動してもらうつもりだ。そのためには、ユニット内で頭角を現してもらう必要があるが。ユニットで売れなければ、個人で売る必要はない。そういうことですね。うん。そういう言い方もできる。君たちのプロデューサーは頼りになる男だ。彼とお力を合わせ、どうか、アイドル界の膝端を駆け上がってくれたまえ。それでは諸君、よろしく頼むよ。はい。きっかけはありふれたもの。でもあの日、私の運命は大きく変わった。憧れの人が立っていた光り輝くステージに立つために、私は未来に向かってこれからも全力で走り続けるんだ。ずっと
いやー、とうとう出てしまったね。あ、社長、撮影お疲れ様でした。お芝居までできちゃうなんてさすがですね。社長がたまたま見学に来てくれていて本当に助かりました。監督が社長に代役をお願いしたときはびっくりしましたけど。何、気にすることはないよ。私は今回のドラマの監督とも知り合いだからね、頼みやすかったんだろう。けど社長役の俳優さん大丈夫ですかね。骨折早く治るといいんですけど。まさか撮影現場に来る途中交通事故に遭うとはね。実に気の毒な話だ。早く治るといいんだが。しかしプロデューサーの彼と同じように日頃は影からアイドル諸君を支えるのが私の役目だが、まあたまにはこうやって表舞台に立つというのも悪くないね。社長の演技すっごく上手でしたよ。なんか本物の俳優さんみたいでした。そうかね。いや実は監督にも自然な演技だったと褒められたんだよ。今から放送が楽しみで。あ、おっと、のんびりしている場合ではないな。おとなし君に連絡して今から録画予約を頼まなければ。それではそろそろ失礼するよ。諸君、引き続き撮影頑張ってくれたまえ。はい、お疲れ様でした。社長、ご機嫌だったね。小田ちゃん、明日の撮影ってどこからだっけ。次は最後のシーン。あ、ユニットの初ライブ、そのリハーサルだよ。え、もう？なんだかあっという間だったな。そうだね。あと少しで終わりなんて、ちょっと寂しいかも。ああ、撮影、ずっと続けばいいのにな。あ、でも、ドラマは見たいし。悩む。そうだね。撮影は一旦終わるけど、でもそこで全部終わるわけじゃないから、最後の最後まで気を抜かずに頑張ろう。ああ、いけない、そろそろ次の撮影が始まる時間だった。わわ、本当だ。未来もかなちゃんも準備はいい？急ぎましょう。はーい、矢吹かな